OKR はデータ分析とテクノロジーを活用して、まあ、さらにブランドを成長。大体月に500ぐらいクリエイティブを作りながら、ちょっと線がちょっと強そうじゃないですか。皆さん長丁場お疲れ様でした。そして、上半期お疲れ様でした。5年やってきて、そのお客様との信頼だったり、作ってきたドレスだったり、こうやってみんなと出会えたことだったり、全てがブランドの資産になってるなっていうのを改めて感じて、より長く続けたいなと思うようになりました。お疲れ様です。久しぶりに来たよ、フジテレビに。小木さんいるかな。小木さん、葵ちゃんの声が大阪に置いてきました。可愛い、みんな可愛い。すごい、すごい、お花見た。すごい、すごい。はい、行きます。はい、チーズ。いい感じ、いい感じ。すごい、え、すごい、すごくない。すごい。今日は事業報告会とその後懇親会で屋形船でした。上半期4月と6月にイベントがあって、すごくハードな毎日をみんな過ごしてきたので、いろいろ還元できたらいいなということで、浴衣も初めてリリースして、それがすっごく好評でだったので、お客様もね、これからどんどん来てくださる方増えていくと思うんですけど、この夏もまだまだいっぱいやることがあるので、お客様に楽しんでもらいながら楽しみたいと思います。今日はフェンディさんの撮影です。めっちゃちっちゃくて可愛いバッグ、マイクロバッグ、もうニットですね。お願いします。お願いします。朝から。朝から、昼前ぐらい。今ですね、ランジェリーのロジアのポップアップやってるので、大阪に来たのですが、すごい人です。はい、です。のローズの R マークです。これそうだよ、いつもやってるの。いつも この後ロケに行ってきます。
なんと帰れま10企画をちょっと大阪でやろうかなと思ってロケ行ってきます。今日サングラス忘れちゃったからサングラス私も買いに行きたい。ジェントルモンスター。あ、サングラス買ったんですか？いいじゃん。ちなみに何系？みんな行きたい。マリナちゃんも行きたいですか？行きたいよ。ジェントルモンスター可愛いよね。来ました、グリコー。震災橋の方にも来てみました。はい、今からタクシーで1時間くらい、なんと神戸に行ってきます。ガリプトビューティーのお店がオープンするんですが、大阪に。このお店の素材、壁とか重機とか最後のね、フィックス、いろんな確認をしに行きます。ここ夕方になってきた。今日マジで詰め込みまくったよね。白っぽい壁がいいかなと思ってたんだけど、今日ロジアのイベントとかでお店に行って、ちょっとやっぱブランドっぽさがあった方がいいかなと思って決まりました。お疲れ様です。もう石とかさ、壁見すぎてありがとうございます。大好きなフカヒレ、今日は一日お疲れ様でした。すいませんね、エンジェルナンバー、大丈夫ですか？大丈夫、すごいキラキラが綺麗。いつもここ通ってる気がするお疲れ様でした。 You got me It's so shitI'm so high, I up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace. Yeah, I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you talk back. おはよう。朝からオフィスにいるんですが、今日はね、結構比較的ゆるい日かも。午前中何件か外部の打ち合わせがあって、その後月次のマネージャー会議やって、その後夜までない。やったー。一件ちょっと打ち合わせみたいなのがあって、この後ミーティングなのであと3分でご飯食べます。今日のご飯は何ですか？今日はいつもお見せしてるかなと思うんですけど、鮭とご飯とお味噌汁です。今日はいろいろリスケして空いちゃったので、家に帰って YouTube 撮ろうかなと思ってます。そういえば朝指原莉乃さんからブドウ届いてた。でこれだけ見せてあげる。指原ブドウこれ届いてた。ちょっと帰ったら開けよう。はい、帰ってきてちょっとすっかり夜になっちゃいました。 YouTube 撮ろうと思って帰ってきたんだけど、やっぱオフィスにいると今日アップしたいから確認したいとか確認事がいっぱいあって、気がついたら結構夜でしたでも動画は撮った。今日は最近お気に入りのあのブランドのバッグを何個か私物で出して、それについて撮影しました。
で、今日はこの後内装チェックに行ってきます。いつもね、最後にチェックして並びを変えたりとか、あとなんかこれをプラスしたいってものとかを倉庫から持ってきたりして足したり、ハリプトゥーのあのギャラリーが完成するまでっていう動画をぜひ見ていただきたいです。明日からはメディアデーなので、メディアの方をお迎えする日なので、もういよいよ夏のハリプトゥーが始まるのですっごく楽しみです。これをつけるか悩んでます。まあおろしがいっか、行ってきます。待ってます。どっから行くんだっけ、ちょっとわかんない。六本木ヒルズのイベントいろいろやってるっぽい。え、お疲れ様。お疲れ様です。どう？よくあったね、このあのクッション。本当だよね。うん、ナイスナイス。どうですか？あ、しかもすごく鏡ある。そう、アイスといえばミラーかなと思って見つけた。今回のイメージはハリプトゥーと六本木っていうこともあって、大人の夏をイメージしてオールドハバナ、キューバみたいな感じをイメージしてます。なるほど。だからアイスのイメージとちょっとだけ違うかも。アイスを持ったらこんな感じかな。かわいい。でもさ、これがあんまこのね、オパールなのもちょっとポイントで、形によって印象が結構変わるの。当たって撮るとすごいかわいい。すごい好き。かわいい。かわいいよね。シノワズリみたいな感じで、ちょっと中国っぽさもあってかわいい。知らない単語ばっかり。シノワズリ。初めて聞いた。シノワな感じ。あ、これね、細い方なんだよね、こっち。細いのが2つと広いの1個しかない。はいはいはい。もうちょい。これ実は家にずっとあって。すごくない？サボテンでしょ。そう。2年前に買ったの。3周年の時に、私いろいろ探して購入して、私これをね多分3つぐらい買ったかなと思って、2年越しに開けたらこれとなんかサボテンの置物がちょっとこれ今回は使わないかな。かわいくない？これ今回はね、これっぽいけどこれじゃないんだよね。メキシコになっちゃうよね。近いようで絶妙に違う。そうだよね、島だからね。ドラえもんがいっぱい。面白い。すごい人気だわこのスポット。私結構感動しましたこれ。みんな大興奮ドラえもんに。みんな喜んでる。かわいい。ね、だから涼しい。これあれだよ、ちょっとさ息ずれるよね。ね、なんか広がるよね。かわいい。ビスクロ帽子のドラえもんすごいねこの子。この配置はもう変わんないのかな。ドラえもん越しの。アイスクリームショップのメディアデーなので、これから出かけるところです。今何時だろう。キャモン。あ、やばい、時間ない。昨日話したサッシーからもらったブドウ、シャインマスカットいただきました。美味しそう。キャモンは食べれないよ。うんふん、うんふん。この T シャツすごい存在感あるけど、これは友達にもらったブラックピンクの T シャツです。
ようございます。おはよう。あー、サンチちゃんおはよう、はい、おー、開けるとリップが重なります。かわいい。内装もバッチリできていました。ノートは違う、このポスターの部分ができたかな。うちわのここをプチッと取るとこれクーポンになってて、あのおもちサンドのハウスオブエルムにもしていただきたいので、クーポン、ドリンククーポンになってるし、かわいい。リップトゥーって紙物全部かわいいよね。確かに、めっちゃこだわっていつも作ってます。おいしすぎる。チェリーのアイス食べてます。あ、お撮影最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。